はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、ガーディアンスフィンクスをね作っていきましょう。このモンスター皆さんご存知ですか？効果書いてることはすごい強いです書いてることはすごい強い。このカードは一旦に一度だけ裏側守備表示にできる、まあ、サイクルリバースモンスターっていうやつですね。でこのカードが反転召喚に成功した時、相手のフィールド上のモンスターをすべて持ち主の手札に戻す。つえつえ強っ、効果強っ。ガーディアンオブスタチューっていうやついたじゃないですか昔ね。あいつって1体しか戻せないんですけども、あれ全部戻せるみたいなバージョンですねこれ。まあ、多分ガーディアンオブスタチューの、まあ、多分おそらく、まあ、お父さんでしょうかね。はい、このモンスターなんですが、一番難しいところはやっぱりレベル5っていうね。だから要はアドバンス召喚とか基本的にはしないといけないと。で、まあ、一応一旦に一度だけ裏側守備表示はできるんですけども、反転召喚しないといけないんで、一応その召喚したターンは無理と、基本的には。だからなんだろうな、相手のターンに出すか、まあ、一旦耐えてから反転させるかしないといけないんですよ。まあ、それがすごい難しいと思うんですね。でじゃあ今回どうやってこのモンスターを反転召喚させていくかっていう話なんですが、まあ、やっぱね相手ターンに特殊召喚が一番強いと思うんですよね。うん、相手ターンに特殊召喚しといて、でこれ自分で裏側守備表示できるんで、効果で裏側になって、で自分その裏側にしたターンにクルってやれば召喚権余ってるんでね。だからまあペッてやればいけるんで、だから相手ターンに出すギミックを用意してあげればいいんですよ。でこのレベル5のガーディアンオブス、ガーディアンスフィンクスを相手ターンに出す動きとして、まあ、一番優秀だなと思うのは、俺がね個人的にやっぱり結集ですね。まあ、これはガーディアンスフィンクスだけじゃなくていろんなモンスター出せるの強いんですけど、これで結集でこのガーディアンスフィンクスを出していって、で相手ターンにね、で相手ターンに出しといって、で自分のターンになってからさっきの動きをすればいいんですけど、じゃあまあ岩石族で耐久力があって、相手ターンでもまあある程度強いモンスター出しといたら、めちゃくちゃ強いモンスターっていくつかいるんですが、もちろん磁石デッキとかに組み入れてもいいです。このモンスター磁石デッキとか岩石デッキ、トラミッドデッキとかに組み入れてもいいんですけど、やっぱね磁石とかはちょっとメインギミックが強すぎて勝っちゃうんですよメインギミックで勝っちゃうんですよ。だから、まあ、もうちょっとパワーが落ちるデッキの方がいいなと思ってて、でじゃあ何か、やっぱりね物干し竿なんですよね。今熱い岩石族モンスターは物干し竿なんですよ。このモンスターちなみに顔に物干し竿を刺ってるんですけども、このモンスターがやっぱね岩石族の中で場持ちが良くて、これだけで勝つのは難しいっていう、まあ、そういうちょうどいい、ちょうどええモンスターなんですよねこれ。これはしかも1枚ショルで出せますか。これくじの決断っていうカードを使うと、岩石の巨兵をねパッて持ち送るって、岩石の巨兵をペッて加えられるっていうスキルっていうカードなんですけども、これ巨兵万兵っていうねスキルがあって、墓地の岩石の巨兵を岩石の万兵に変えるっていうスキルがあるんで、まあ、これ詳しくはねゴルゴニックガーディアンデッキを見ていただければ分かるんですけども、これで1枚でこのくじの決断1枚でこれが出るんですよ。ってことは後の、まあ、その魔法トラップカードとかを防御弾に避けるってことで、ここで、まあ、結集とか、まあ、清掃とか、まあ、そういうカードを入れていけると。で、どうやってじゃあこのモンスターをサーチするか、まあ、サーチしなくてもいいですよね。結集っていうカードはこれ墓地からも特徴ができますんで、まあ、墓地で落とせればいいっていう。で岩石族なんですよこのモンスター。ってことはですよ、岩投げアタックできるんですよね岩投げアタックができるんですよ。まあ、これは入れてる場合一応タックルセイダーとか入れてもいいかなと思うんですけど、ちょっとタックルセイダーなんか引いた時弱いっていうのと、レベル4なんで若干合わないかなと思って僕は抜きましたけど、まあ、これ入れても強いとは思います。タックルセイダーとかこれデッキから岩石族モンスターを一旦墓地に送って相手ラグに500ポイントのダメージっていうね、最強カードなんですけども、これでガーディアスフィンクスを墓地に送って結集でスフィンクスを蘇生っていう、まあ、そんな感じの動きですよ、はい、相手ターンに。で、スフィンクスって打点が1700と2400なんで、コンセントレートしたら勝てるんですよこれ相手のモンスター全バウンスしてコンセントしたら勝てるんですよ。だからコンセント入ってるっていうのと、これ別に防御方の方がいいと思うんですけどね、普通になんかなんだろう月の書とかでもいいと思うんですけど、まあ、これは僕は好きなんでこういうギミックが入れてるっていう感じですね。でコンセントレート相性がいいのはこいつだけじゃなくて、これもやっぱ相性いいんですよね。
そのナイトメアシャークとコンセントで勝てるんですよ、このデッキは基本的に。だから相手のバックが弱い場合、苦渋の決断とコンセントだけで勝てるんで、だから入ってます、はい。まあ、メインギミックとしてね、その物干し竿の制圧力と、ガーディアンスフィンクスのバウンス能力で、相手のモンスターを制圧していくというね、まあ、そういうデッキになってます。結構強いです、はい。なんかランク戦だと7連勝ぐらいしたんですけど、あのね、参考にならない。なんでかっていうと、このゴルゴニックガーディアンの効果がなんかそのデュエルリンクスに浸透してなくて、ランク戦だとこいつで突っ込んでくるやつが多すぎるから、なんかそれ初見殺しで勝ってるみたいな話あるんであんまり参考にならないんですけども、まあそこそこのデッキだったかなっていう、まあ、そんな感じですね。で、1個言いたいのは、最近ランク戦でもボット当たるんですよ。ランク戦でもですよ。対人戦である、対人戦の機能として一番なんだろうな、期待されているランク戦っていう中においてボットと当たるようになりました。最近このゲームは神ゲーです。はい、小波さん、もうね、このゲームはお芝居だよ。ボットが対策できなかったらもうお芝居だから、マジでボット対策だけは本当に頼む。それでは早速ね、デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、このたた、ハイバー社長をよろしくお願いします。手札から、なるほど、魔法発動。30枚多いですね多いですね。30枚のデッキあるんですか。僕はそんなデッキ厚くて大丈夫、まあ、中南そんなになんか引きなそうなイメージあるけどね。聖眼、進化した先ほどの強さは聖眼なんだろうけど、とりあえずゴルゴニックガーディアンで分からしっか、分からせることできるか微妙だけどな、俺分からせることができるかちょっと微妙だけど、まあゴルゴニックガーディアン出していくカードずっとは、こちらは30枚って事故んねえよ、そんな厚くして。トラップカードめっちゃ引くとかありそうですけどね、無限にトラップしか引けみたいな、チューナー全然いないみたいな、ありそうですけどね。そうですね、進化したようなことね。なるほど、まあ、そうなるよね、そうなるよ、そりゃそりゃそうなるよ。太古の白石はめんどくさいね。とりあえず岩投げアタックを発動、岩投げアタックの効果によって500ダメージを与えながら岩石族モンスターボチの振るぜよしよし、結集きた、結集きたな、でけえ、結集きたな、でけえ。召喚していくよ、モンスターを召喚、出標時か、モンスター効果発動。難しいな、どうしよっかな、バウンスしてもいいね。1600、2200、ちょっと若干届かないけど、まあいいや、バウンスしよっか。モンスターを特殊召喚、ガーディアンは1体でいいだろ。しょられたらダメだけどな、しょられたらダメでしょうないわ。ちょっとバウンスしに行こう。さあ、バウンスマン飛ばすぞ、大丈夫か。エクシーソエを取り除くこと、あ、じゃなくて取り、そうね、取り除くことによって僕はデジタルバグコアベージ出してくる。このモンスターは守備表示モンスターを敵バウンスできる方が、あれですね、これ摂理とかですね、天罰とか摂理とかそっち系ですね、これね、多分ね、そっち系ですね、多分ね、はいはいはい。まあそこでチェーンアンダーがそうだな、天罰摂理か、まあいいだろう。ゴルゴニックガーディアンに当たるってこと、はいはいはい。で、神の摂理いいでしょう。で、神の摂理効果で先盛り、誰やねん、誰やねん、モンスターすぎるだろ、誰やねん先盛り、誰やねん、やばいな、ランク戦やばいな。リンゴマシン5号、なるほど。30枚一気にしてめちゃくちゃサーチカード入ってる感じかな。とりあえず入れたいカード全部ぶっ込みましたみたいな。そんなにさ、サーチカード入れるよりもなんかもうちょっと薄めにして引けるようにした方がいいんじゃない、まあ分かんないけど、強いんかな、こう先盛りとかいうモンスター、ガチで知らないんだけど。どれどんどん通常モンスター1個選択して、あー、へえ、ユニオンみたいな効果なんだね。へえ、なるほど、ユニオン効果、なるほど、ユニオンモンスターと覚えていきましょう。マジで知りませんでした、すいませんしかもなんか3枚全部違うって何がサーチしてんだよお前、3枚全部違うって何がサーチしたいんや。モンスターを召喚、はい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 、なるほどですね。モリトさんいいでしょう、モリトさん召喚、モリトさん効果、自分をそれ無効にすればいいんじゃない、自分をなんか墓地の食ってブルーアイザスっていうのがカイバーマンみたいな、それを無効にすればカイバーマンの効果は発動できないから、出てくることはない、もう
お前がもう出てくることはない。バリ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 、よし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 。ちなみになんですけども、ゴルゴニックガーディアンさんは攻撃力がゼロのモンスターをの効果を無効にすることができませんので、青き目の剣士とかの効果を無効にすることできないということを覚えていきましょう。さあ、一族の結集の効果を発動。ゴルゴニックガーディアンを対象に取り、俺は墓地からガーディアンスフィンクスを特殊召喚。しゃ、俺のターン、ドロー。そしてガーディアンスフィンクスのモンスター効果発動。ガーディアンスフィンクスは一旦に一度裏側中標準できる。そしてこのモンスターが反転召喚に成功した場合、相手のフィールド上のモンスターを全て持ち主の手札に戻せ。ずっ強い。3300、まだ足りねえ、行くしかねえ。来い、ガンスギのバンペイ。何の反応もねえの、めっちゃ怖え。波紋のバリアとかやめてね、あぶねえ。マジでこういう人絶対波紋のバリア入ってるから、ちょっと後で見よう。波紋のバリア入ってるに俺5000億ペリカかけるわ。そこそこ勝てんの笑うな、これはカスみたいな僕のターン。でもね、後半も強いね。これがね、やりたいんですよね。この藤野家さん1枚でモンスターランク3出せるっていう、これがね、破格の性能をしております。スキル発動、巨兵バンペイで、岩石のバンペイを墓地から特殊召喚。そしてレベル2のモンスターが、レベル3のモンスターが2体、岩石族レベル3のモンスターが2体でオーバーアレイ。行け、ゴルゴニックガーディアン。モノホシザオがね、顔に刺った。これね、ガン、あれが欲しかったっすね。岩投げアタック、岩投げアタック、星見がありましたよ。まあしょうがないですね。マジでね、スフィンクス、守護者将来とかでも出せますけど、ね、出せるっていうか、サージでジックラッチ。危ない、危ねえ、危なすぎる。ジックだっけ、やめろ。スターオフセット。なんだこのデッキ、なんだそ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 のデッキ。カードセット、ちょっとあれですね、うわー、何このデッキ、サブテラーかな。ゴルゴニックガーディアンの効果と、ゴルゴニックガーディアンの効果によってオーバーリューってを一つ使い、これで、ガエルの攻撃をゼロにしながら効果を無効にしていく。これがダメージステップで使えるんで、リバースモンスターにも強いです。危ない、これがゴルゴニックガーディアンの強さ。リバースモンスターの効果さえも無効にしてしまうというね。なんて強いんだこれ。何デッキだろうな、何デッキやそれ。これ何、これ、マジでわからん。いや、そんな癖あんの。これなんかサブテラーかなんかじゃないの、これ決戦とかでしょ。どうせ貴様の裏返るでしょ。スフィンクス来た、スフィンクス来たけど、今ちょっと若干遅いな。今出したところ何の意味ないかな、今出したところで何の意味ないんですよね。バトルフェイズ、これぶん殴ってそれ何ですか、それ何、また裏返るですか、誰やねん。強欲ゴブリン、このカードがフィード上に思い出します。手札を続けて発動する効果をお互いに発動できない。知らんわ、手札がすぐ発動する効果ないわ。知らんし、誰やこれ、何このデッキ、わからん、怖い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 、何このデッキ、意味がわかんない。でもセット、なるほど。とりあえず5つの結集は、結集効果、岩石のモンスターを選択し、そのモンスターと同じ人のモンスターを墓地から特殊召喚できる、もしくは手札から特殊召喚できる。これでガーディアンスフィンクスを手札から特殊召喚、モンスターを特殊召喚で、エンドフェイズなんかありますね。エンドフェイズなんかありますね。何らかの効果で、これで、ガーディアンスフィンクスの効果で反転召喚していいですから、とりあえずガーディアンスフィンクス効果自身を裏側守備表示に一旦一度できる。そして反転召喚帰れーしゃー帰よらうる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 きっしょきっしょきっしょ。おい、こいつでも反転できますからね。反転っていうか裏返し無事できるんで、今日ステス戻りますから、一応これはもうスルーでいいです。一発スルーで受けて、でガーディアンで相手打点ゼロにしてた上で、もう一回反転しましょう。ターン終了。これ何でっけ、マジでこれ意味不明。ビートダウンって名付けるわ、
意味不明ビートダウンを名付けた俺はこの敵を。あ、モンスターをゴブリン、あ、いいよゴブリン、全然いいよゴブリン。効果は全然わからん、何がしたいんや君は。まあこういうデッキで勝ち続けています今。デュエルリンクスは最高のゲームです。さあお相手の勝った、行くぜ、闇遊戯さん、闇遊戯選手、闇遊戯選手ちょっとね僕ハンドやばいんですよ今。助けてください、誰か助けてください、ハンドがやばすぎます。はい、カードを伏せるぜ、はい、カードを伏せるぜ、はい、ターンエンド、僕のターン、キモいわ。俺も、ああでも強いねそれ、それ強いわ。くじ湯の決断の効果ですよ。さあくじ湯の決断の効果を発動し、くじ湯の決断の効果によって岩石の挙兵墓地を振り、そして岩石の挙兵墓地を振り、いやこれコンセントあるからマジでナイトミアシャーク通ったら勝ちなんだけど、ワンチャンないかな、さすがにないか、このサンクセレ、サンクセレなんか何の防御もないみたいなパターンないか、ありえないかな。そして岩石の万平の効果を発動、さあフィールド上に岩石のモンスターがいる場合特殊召喚できる、ほい、モンスターを召喚、レベル32体でオーバーレイかな、ガーディアン、これ難しいな、まんま殴るありますけどね、普通にまんま殴る結構ある、まんま殴る結構ある、カードをセット、コンセント打って、コンセント打とう、岩石の挙兵にコンセント打とう、ダメして、あ、何リバースカードだ、嘘、永続トラップ発動、クモイオンどうぞ、はいはいはい、ここだ、はい、いいでしょう、クモイオンどうぞ、いいでしょう、でクモイオンの土蔵エンド、まあ多分まあなんかもうトラップモンスターですね、じゃあ多分あの伏せカードは何らかのトラップモンスターである、それは、はい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 、クモイオンの土蔵ね、クモイオンの土蔵効果、まあもうバックは割れるしょうがないよね、それはしょうがない、はい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 、はい、いいでしょう、はい、いいです、全然いいです、全く問題ありません、言わなきゃアタックごときはね破壊せてもいいです別に、別にいいです、俺のターン、で岩薙アタック されて、岩薙アタックされて、リバースカードでソウルオブスタチュー、永続トラップ発動、ソウルオブスタチューで、これ2枚剥がされるのか、永続トラップ発動で、クモンヨの土蔵の効果、トラップモンスターが特殊召喚成功した場合相手のフィールドカードを破壊できる、永続トラップ発動、はい、クモンヨの土蔵効果、はい、両方とも裏どういうこと、それを待っていた、これ岩薙アタックを発動するときに言わなきゃアタックで500ポイントのダメージをバチコーンと叩いていく、これ振り見したか、大丈夫か、生きてるか、俺のモンスターたちを突破できないぞお前のモンスターでは、モンスターを特殊召喚、どういうこと、バトル、どういうこと、はまだ急だから速攻魔法発動、は説明しよう、ヘルテンペスト、3000ポイント以上の戦闘ダメージを受けた時に発動できる、お互いのデッキ墓地のカードを全てゲームから除外する、つまり私のデッキ墓地からモンスターがいなくなってしまいました、対戦ありがとうございました、嘘だろはそうやろ嘘でしょ、こんなことある、やばい、魔境すぎる、魔境すぎる、なんだこの遊戯王デュエルリンクスとかいうゲーム、魔境すぎるんだけど、俺は負けない、最強かよ、俺はガチでキモい